明けましておめでとうございます。1月1日金曜日の全国の天気をお伝えします。予想天気図を見ていきましょう。強い冬型の気圧配置が続いていきます。日本海側を中心に大雪に警戒が必要です。一方太平洋側では晴れるところが多くなる予想となっています。各地のお天気アイコンでも確認していきましょう。北海道から山陰にかけて雪のアイコンが並んでいますが、今日もこの日本海側の地域では雪の降りやすいお天気となります。内陸山沿いなどでの積雪の増加には警戒をしてください。また沿岸では風が強く吹いていきます。吹雪による視界不良にも注意が必要です。北陸などでは沿岸を中心に雨となるところもありますので、着雪による停電や倒木にもお気をつけください。またこの雪雲の流れ込み、今日は東北の太平洋側の地域にもしっかりと流れ込んでいく予想です。仙台周辺でも雪が降り積雪となる恐れがあります。その他太平洋側のエリアでは日差しの届くところも多くなっていきますが、名古屋や大阪、そして九州のエリアなどでもにわか雪やにわか雨の可能性があります。空の変化には注意してお過ごしください。各地の気温を見ていきますと、西日本、東日本のエリアでも一桁となるところが多くなります。東京は昨日よりも少し気温が上がりまして10度の予想。ただ風も冷たく寒さが続いていきそうです。北日本に関しても極寒の体感が続いていきます。体調を崩されないように気をつけてお過ごしください。